わしの名はアリストテレス、万略の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学生物生命学長浜研究室が取り組んでいる生物資源環境工学のさまざまな研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部生物生命学科長浜和弘教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。こちらにあるんですけれども、ファインケミカル、例えばこの場合ですエチレンとかですね、あと食品ですと、発酵食品で、環境浄化ですと有明海だったり我々人体の環境浄化、そして医薬品ですと、お腹が下ってしまった時にそれを止めるような薬だったり、あとバイオエネルギーですね。そういったものを我々の生活に欠かせないものなんですけれども、それを微生物や生物の力を借りて、我々の生活ではいらないものですね、環境ホルモンとか炭酸ガスとかさまざまなバイオマス資源なんかから作ると、そういうような仕事をしています。ですのでSDGs というのが出てますけれども、 SDGs の17個の項目の中でもざっとこれだけの項目に関わるような研究というか仕事をすることができているというわけであります。で、微生物という言葉を今言いましたけれども、実際には生物ということで、実際には動物細胞であったり昆虫であったり植物、そして微生物、そういったものを幅広く使って、人類の役に立つものを作る、そういう仕事を学生と一緒にやっています。特に力を入れている研究はどういうものかの。具体的に今一番最近始めた仕事の紹介だけさせていただきます。冒頭で言いましたが、昆虫とか植物とか微生物とかっているんですけれども、一番新しいのはこの海洋生物系というのがありまして、特にタイラギ貝といって有明海で昔はよく取れていた貝の養殖に関する研究を最近始めました。で、それは何かということなんですけれども、こういったタイラギ貝生態系モデルの構築と新規飼育法の検討並びに人工餌の開発というタイトルで今仕事を始めているところです。こちらはちっちゃな貝の状態で10センチぐらいのものなんですけれども、現在研究室にいるのが約この20センチぐらいの貝になります。でこの貝がどうやって数を増やすことができるんだろうかということと、ちょっとここを見ると濁ってると思うんですけれども、この濁りをこの貝が一気に取ってくれます。そういうことでこの貝が有明海の環境浄化に役立ってるんではないかと考えまして、今これの数を増やしていきたいという実験をやっているんです。で最終的にはこれ有明海で取れたものにはなるんですけれども、水俣っていうところの海にですね、この北条の海が有明海から下の方まで行って、水俣でもタイラギ貝が食べられる、そういうような熊本の将来というのを計画しているところです。日々実験を重ねて思うことは何じゃ。いろいろな種類のものを使っているんですけれども、我々が地球に乗っかってます。そして、微生物は結局私たちの、我々を乗り物のようにしてるわけですね。でもし微生物が何か悪さをすれば我々の環境も悪くなります。そして多分我々人類の環境が悪くなると、おそらく地球にも悪いことをしてしまうんじゃないかなって考えてるんですね。だから地球に優しくあるためには人類がいかによくあるかということは、微生物をうまく扱えるようになれば、ひいては人類も健康になるし、周りの動物もみんな健康になると思うんですけど、地球も環境を維持することができるんじゃないかっていうふうに考えて仕事をしていますので、将来何に役に立つかって言われますと、これだけいろんなことをやってますけれども、もうあるのは地球環境がもう未来の子孫にいっぱい残していけるいい環境を作っていく、そこにつなげていけたらいいんじゃないかなというふうに考えて実験やってます。崇城大学生物生命学部長浜研究室のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。